市民の皆様には新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力いただき、心よりお礼申し上げます。緊急事態宣言は5月31日までに延長され、対象地域も新たに愛知県、福岡県を加え、6都府県に拡大されました。県内の感染状況は、入院者数や自宅療養者数が過去最大を更新するなど、医療提供体制は逼迫をしております。また、阿光健康福祉事務所管内でも、新規感染者数が前の週を上回っており、5月に入り、新たなクラスターも発生するなど、感染が拡大をしております。市民の皆様には、1年以上にわたる自粛の中、大変なご不便とご苦労をおかけしております。日常生活も大きな影響を受けておられることと思いますが、一日でも早く感染を収束するためには、皆様のご協力が必要です。屋内外を問わず、マスクを外しての会話など、感染リスクの高い行動を控えていただき、一人一人がうつらない、うつさないの強い思いを持って、今後も感染拡大防止の徹底をお願いいたします。